はい、どうも皆さんこんにちは。チャンネル隊長の隊長です。ゆうです。はい、今日今我々はですね、どこに来ているでしょうか。じゃーん、言うてもわからんよこれ名古屋モーターサイクルショーの会場です。はい、会場言うてもこれ完全に関係者のちょっとあれでございますけどもはい、ちょっと待って、関係者駐車場です。もう出てるぞ。お、キッチンカー。キッチンカーめっちゃ来てるよ。やば、まだ朝早すぎて誰もやっとらん。そうだね、まだみんな仕込みの最中です。うん、仕込みの最中、準備中ですよ。え、ちょっと待って、炙り丼たたき丼だっつって。あ、炙り牛たたき丼だよ。あ、ほんとだちょっと肉寿司ある。あ、やばいな、食べたいな。あ、おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。どうも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 、おはようございます。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝から存在感がすごい。あ、マジっすか存在感朝から存在感がすごい。体積が大きいだけ、体積大きいだけだから私は。わ、すごいキッチンカーねー。あれ、ドラゴンステーキ丼。何それ。わ、唐揚げ。わ、やっぱね、唐揚げは外せない。唐揚げ食べたいよね。唐揚げ外せないで。神戸牛生フランク。いなりもあるやん。あ、いなり美味しそうやん。わ、すごい、ホルモンの唐揚げ。絶対うまいじゃん。わ、絶対美味しい。わ、絶対食いに来よう。そっか、今この待機列用のパイロンを、うん、あ、びっくりした、なんかマスコットキャラクターかと思った。え、立ち入り禁止ちゃんマスコットキャラクターかと思ったわここが飲食エリアなんだ。あー、そうなんだ、すごい飲食コーナー。あー、たこ焼き。やっぱバイクっていいかも。あ、マガリオさん、どうも。おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。どうも。ご無沙汰します。あの、時間だったらまた、エリアブースに遊びに来て。了解です。紹介出しに行くから。あ、もう全然あの動画撮りに行くんで。あ、どうも。よろしく。マガリオさんでーす。後ほど。はい、というわけでね、マネージャーと合流することができたので、はい、はい、私もすることができます。ちょっと存在忘れてたでしょすいません、ちょっともうすごかったんですよ、なんかやばくて、ちょっといろいろ見てしまいまして。はい、というわけでね、今日我々はですね、名古屋モーターサイクルショー、はい、来ておりますけども、はい、いやー、緊張しますね。あ、こちらでございますね。我々は関係者なので、はい、もうこちらでございます。はい、関係者なので失礼します。はい、はい、よし、じゃあ、おはようございます。おはようございます。よし、あ、すごい、ここでよーし、わー、緊張する。さっきこっちが来たんだけどね。いやー、すごいな。あ、失礼します。おはようございます。おはようございます。見てください、見てください、これ、じゃじゃん。いやー、すごいです ね、 すごいね。やばいやばいやばい、すごいよ、すごいよ。トイレも大きいよトイレも大きいし、トイレは会場の関係ない。あ、関係ない。あ、そうかそうかじゃ、これですよ。私今一番気になってる乗り物ですよ。お、カンナムです。カンナム、奥さん、これどうですか。ちょっと今日はこのカンナムをプレゼンさせていただいてよろしいですか。ちょっと僕が今一番欲しいのはこのライカーというモデルなんですよね。これずっと言ってるよね、はい、カンナムライカー。カンナムライカー、これ600、これはね、2発ですね。2発の 600cc。 あ、タンク20リットル。バックもできる。そう、バックもできる。でしかもこれすごいのが、皆さんバイクってね、免許取んないと乗れないじゃないですか、うん、でもこれなんと普通自動車免許かっこオートマ限定でも乗れるんだよ。すごくないですか。オートマだもんね、これ自体。そう、ね、オートマ限定でも乗れますよ。すごい、乗れますよちょっと揺らいでるよ、お母さん揺らいでるよこれどうですか。これね、いいですよ、マジで。でこれすごいのがさ、あの基本はこう、僕ねバギー乗ってるからもう分かるんだけど、うん、めっちゃハンドル重たいのよ、うん、こういうトライクみたいなやつって、うん、これパワーステなんよ、パワーステだからハンドルが軽いんよ。すぎょすぎょって言ってた、すぎょで、まあこれはまあ一番、まああの、まあ、グレードというとまあ一番こう下の超ベーシックな、うん、でだんだんこうちょっとね、こうモデルが大きくなってって、ここからなんだ、あ、これはね、カンナムスパイダー。あー、スパイダーでも、まあこれまだ軽量な方、うん、で一番やべえのがあっち。あれ、何これ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 、スパイダーのですね、なんかめっちゃ物入るやつ、なんかホンダのさ、あの椅子やん、ゴールドウィングみたいな、ね、ね、
ちょっと座席すごい、後部座席2人目がめっちゃ楽のやつ、すごいよねこれ。やばいよね。え、なんかリアのさシートのとこにボタンついてる。そう、なんかね、これシートヒーター、シートヒーターついとって、すごで、これももちろん電動で、ここのスクリーンが出るやつ、そう出て、これはやばい、すごいね。これはあれなんだ、 1300cc だったよ。わお、でもこれも車の免許で乗れちゃう。これも車の免許で乗れる、すごい車の免許で乗れるぞこれ。 えお店の人ですか。欲しい人です。ただガチで欲しい人です、うん、お店の人ですかってぐらい詳しくて、いやいやいや、普通にただ欲しくて色調べただけでございます。、はい、今日はねこの話だね、ダメだ、間に合わん、もういっぱいあるからね。本当いっぱいありますから、ね、あのパーツのねメーカーとかね、そうパーツメーカーとか、NGK も出店してんだね、すごいな、スパークプラグの日本一みたいな、すごい。何これカスタ、何ここ、俺知らねえ、何これ、エグザムエレクトリックモーターサイクル、あ、これもしかして何、もう電動じゃない、電動バイクじゃないこれ、嘘、マジでどういうことこれ、やば、マフラーないよ。やば、嘘、電動大型二輪ですって、初めて見た俺、これ見て、みんなマフラーついてないの、本当にみんなマフラーない、液パイもついてない、すごい、何これ、本当だ、液パイがない、やばいねこれ、すげえ、液パイとマフラーなくてもバイクの形って維持できるんだね、そうだね。違うもんね、充電方法が書いてあるよこれ。充電時間、本当だ、ほらバッテリーリチウムイオンセル82kW、 へえ、アメリカのメーカーなんだね、すごいな、これは大型、これ大型ですね、大型だね、あれかな、やっぱ区分的にはパワーとかになってくるのかな、排気量じゃないし、あ、そっか、ね、そっか、排気ないじゃん、排気ないよ、排気量ない、そういうことか、そうだから出力で見てんのかな、いやでもなんかさ、将来的にさ、いや俺のバイクもう今めちゃめちゃバッテリー変えたからすげえちょうどいいからみたいな、バッテリーチューンで盛り上がる時代になるのかな、あー電気だから、うん、キャブじゃいじったとかじゃなくてさ、そうか、コンセントちょっと変えたとか。ねえ、そういう時代が来そう、うん、スクーターもあるよ、本当だ、スクーターもある、え、これいい、これ、あ、すごいねこれ、 箱がかわいい、あ、ほんとだ、え、面白い、え、すごいね、だってオフロードバイクもあるから、うん、一応もうなんだろう、全てのカテゴリーや出てんだ ね、あるね、へー、知らんかった、すごー、あー、なんか僕なんかバイクの常識がアップデートされた。ね、すごいすごい、これちょうどネットで見たやつ、俺、何これ、電動自転車、あー、あれみたいなやつだ、あのあれブレイズね。それブレイズみたいな例えのであれば、ただこれめちゃめちゃ速いって聞いた、でもしかもこれの方がなんか座り心地も、そうでね、この中に筒状のモーターじゃない、あのここに筒状のバッテリーが入っとる、へえ、奥はなんだ、奥は分からんけど、はい、いや、もっと奥、もっと奥、プロトって書いてある、ね、分かんない、ちょっと奥一目分かんないんだけど、ハーレー、 MV アグスタ、インディアンで、トライアンフ、 BM、 すごい、奥はフェニックスって書いてある、なんだあれ、分かんない、フェニックス、なんだろう、分からない、なんかすごいっすね、初めて見るメーカーもある、奥の方から見ていきますか、じゃあちょっと、なんかおしゃれ、ちょっと細い、あ、そうだね、なんかちょっと細いよね、あ、結構細めですね、うん、へー、すごいな、へー、面白、わー、ああいうのも気になるね、ちょっと速そう、かっこいい、とんがってるね、なんかちょっとあれみたい、なんだっけ、あのドカティのさ速いやつみたいな、
やっぱ細い全体的に。そうだね。全体的にちょっと細めの感じだけど。結構なんかスマートな形してない？うん、でもこれさ排気量200だよ。あ、200か。ははは。しかもお値段優しい。本当だ。お値段50万で買えますよ。新車で？新車で50、安っ。嘘。買うわじゃあ。これから始めたらどうですか？買うわ。これからあ、また買うんすか？買いますか？買うわ。これはちょっとなんか気になるね。うん。はあ、まあそう、200だったらねこのタイヤの納得ですわ。うん。うん、すごい。へえ、面白いね。S1000WR。かっこいいね。かっこいいな。かっこいいな。あ、これあなたあれですよ。中面でも乗れる。ああ。BM のバイクですよ。ちょっと気になってんだよ。なかなか中面で乗れる海外のメーカーのものってないから。うん、ない。そう。ないんですよ。そう、ないからね。だから日本だけなんか貴重だよね。貴重ですよ。どうですか？次の。いやー。300cc、 2半から300、いきなりちょっと上がるやん。もう 50cc 上がってるからね。変わるよね。だいぶ違うよ、ね、全然違うよ。いいなね、帰りレッドバイクか。心の声が出てしまった。レッドバイクか。帰り行くか、ね、バロンに行きたい。ルガキ岡崎、うん、東名名古屋、浜松。あ、3.5 道なんだね。そういうこと。そう、やっぱね、こういうスポーツバイクはね、赤に限るんですよ。わかるわ。こういうバイクはマジ赤に限る。わかるわ、うん、いや、いいな。かっこいい。やっぱドゥカティいいっすね。かっこいいな。さっきのあれ 見てからだとシート高が全部高いね。あ、全部高いよ。もうあなた乗ったらもうこうなんじゃない。もうこうもつかんでしょ。つかんか。こうなるよ多分。毎回バイクの時に俺がこう押さえてあげる。ね。これこうやってよし乗れって、ね、よし、これここ踏み台にさせなあかん。あ、そういうことだね。え、すごい、こんなのあるの。ちょっとオフロードっぽいね。ねえ、こんなのあるんだ。すごい、ね、ハーレーのイメージじゃない全然ね。皆さんこれハーレーですってよ。もうハーレーって言ったらもうこういう、ねね、イメージだったんだけど、もう普通にこういうね、こういう姿勢やん。そうそうそう、もうアドベンチャーツアラー、ツアラーですね。すごいな、これ気になりますね、うん、いや、いいな。え、ハーレーもいいな。あれいいな。何見てもいいなっていう。何見てもいいなおじさんだよこれ。何見てもいいなおじさん出ちゃってる、うん、ねえ。 あれは KLX か、自衛隊仕様ですよ、うん、うわすごいね。主になんか偵察任務とかで使うらしい、うん、偵察とかで使って、なんかめちゃめちゃね自衛隊すっごいの。なんかもうね、こんな山どうやって走るんだみたいなところをね走ってくんこれね。すごいよ。へえ、すごい、かっこいいな、かっこいいな、うん、やっぱこういうミリタリーのねオフィシャーってかっこいいね。いいな、やばい、見てしまった。一番欲しいかもしれない。見てきただけで一番欲しいかもしれない。すごいね。なんか、ね、普通のバイクメーカーだけじゃなくてね、こういったも自衛隊とか、ね、こう警察の、ね、車両とかも見れて、すごいわ、このイベント。見るも多すぎ、これ3日間ね、フルに使うね、回るのね、これね。今、我々ちょっと今ね、時間がないもんで、結構巻きで見てるんだけど、めちゃめちゃゆっくり見たいもん。かっこいい。ちょっと見てこれ、やばくないこれ。どうやって乗るのこれ。ハンドルどこ。え、めっちゃハンドル低くない。ハンドルここですよ。怖いな。これ手足の長さが足りない。やば、なにこれ。こういう、え、あ、でも足は前だよ。あ、ほんとだ。ポジション足は前でしょ。こうじゃん。こう。すごいねこれ。すごいね。いや、でもかっこいいな。足りないよ。足りないね。いろいろ足りない。いろいろ足りないよ。やば。長座大前屈なんだっけ。 あれじゃん。体硬いから無理だわ。体硬い人には乗れないバイクだね。へえ。
やばいよ、今日さ、ここ来てから、うん、なんだかんだもうね、40分ぐらい歩いてんのよ、うん、まだ全部回れてないから。そうなんだ、やばくない、やばいよ、ま、全部回っとらんから恐ろしいのよ、恐ろしい。うわ、今日ここで喋るの私、うわマジか、ちゃんとステージやん、ちゃんとステージだねこれ。今日ね、まあ、今日としあさってか2日間私ここのステージで、あさってか、あさってね、今日とあさってここで私喋るんですけど、ちょっと緊張してきちゃった、すでにすでに緊張してき、 やばくない、ここで喋るんだよこれ。あなた大丈夫？大丈夫はない、大丈夫はない。これやばくない？なにこれ、 これイカチすごいですね、なんかジッポのライターみたいなね、すごい目立つね。これ横にガス出るの？そうだね、これマフラーが横なんだ、ね、掃除機の先端みたいなね感じ、すごい、ここまでさ、ゴージャスなエアクリある、ね、こんなゴージャスなエアクリありますか、これやばくないこれ、すごいな、めちゃめちゃゴージャスな空気吸いそうだねこれね、ゴージャスな空気、ゴージャスな空気はい、タイヤでかすぎでしょこれ、やばっ、でかなにこれ、てかさ、このホイールもすごいんやけど、うん、これに合わせたタイヤがちゃんとあるってのがすごいそう確かにちゃんとタイヤがあるんだよ、すごいな、そんなに細くてでかいタイヤあるの、はい、あるね、あるんやね、後ろこれやばくないこれ、ジャンプ台じゃんこれジャンプ台じゃん、後ろ飛んでっちゃうよこれ、すごいな、うわすごい、白バイ来てますよ、こんな近くで見れることあんまないよね、え俺は捕まらなければ捕まらない限りは、そうですね、捕まらない限りはこんな近くで見れることはないですもんね、ね、捕まらないとね見えないですから、そうだよ、はい、ね、すごい、白バイちょっといいですかこれ、すごい、はい、なんとですね今回のイベント、イタシャもね展示されるんですよ、そうなんですよ、もう今こちら側にもうすでにイタエイトでございます、でもね見てトップを狙いでございますよ、ガンバスタートップの、ね、のアイキャッチね、うん、なんかのこれ本当だ、すごいね、いろいろね、あいいね、お金かかってますね、リムステッカーが、うん、同じ色合いしてて本当だね、揃ってるね、わこれ忍者250Rだったんか、あ、本当だ、ヘッドライト見るまでわからんかったね、自分も乗っとったけどさ、うん、何も知らんかったからさねえすごい、あステップワゴンですよステップワゴンいいなステップワゴン、これは関係者の人のやつが、ね、あの展示車両じゃないですけど、ステップワゴンいい、ステップワゴンいいな、おすげえ、アイマスだ、あジスペケじゃないですか、おあすごいな、へえ、やっぱね、このフロントマスクがちょっと MV アグスタみたいな、近いね、ちょっとアグスタっぽい感じ、うん、なんかね結構板車四輪の方の板車は結構見るけど、うん、バイク二輪のねこういう板車って僕あんま見たことなかったもんね、あんまり見ないね、やっぱかっこいいね、はあすごい、試乗コース広すぎん？広いよ。めちゃめちゃ広いぞこれ。向こう半分が駐輪場で、こっち半分は全部試乗とか屋外イベントの。あ、なるほどね。だからね。はあ、すごいな。いや、こんな広いところで試乗できたらいいよね。いや、いいよね。伸び伸び走れるよ。ね。すごいな。これはすごいわ。じゃあ、すいません。コマネチ、ありがとうございます全力、はい、アンディさんの声、爆笑間違いない、爆笑間違いないです、登録者めっちゃ増えました、ありがとうございました本当にすいません、アンディさんです、アンディです、よろしくお願いします、うわもうコマネチ
モード。あ、あ、確かに確かに確かに。え、すげえ。すごい。ちょうど同じ格好で同じ格好。上げちゃいます。上げちゃいます。上だ。丸投げ。なんかムカさん全然緊張してる感がない。どうも皆さん、こんにちは。チャンネル隊長の隊長と申します。はい、どうも。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。どうしようかな。今日電車で来たよっていう人いますか。手挙げてもらって。あ、ちらほらといらっしゃいますね。